らは、ただいま、9月28日、深夜1時ということで、タバラジオ。やっていきましょう。96回ですかね。まさにね、ラスト9月3日、3日もね、9月もね、ラスト3日ということで、そうです。アニメ30個宣言をしている、ね、9月の、残り3日ということでね、で、アニメが8個残っているという、ありえない、なんていうかな、もう想像がね、終わった時の想像がつかないっていうね、まあ、レベルなんだけども、まあ、基本的には月ね、10個ぐらいかな。だいたいやっぱアニメは、3日で、脚本からね、録音、制作までだいたい3日ぐらいかかりますので、1個は。だからね、まあ、どうやっていうね、残り8つを、まあ、ぶっちゃけね、ほんとここまでを22話作れたっていうのも、まあ、奇跡的な数字なんだけど、ってか、こんなペースで作ったことはないよっていうね、やってますけど、残り、8話、3日でどうなるでしょうかっていうね、もう71時間ですかね、残り時間が、刻一刻と迫っておりますけど、まあ、残り全力でね、アニメを作っていきたいと思います。じゃあ、行くぞ！深夜のファンタグレープ。うまい。いいですね、ファンタはね。ファンタはやっぱね、オレンジかグレープかっていうことでね、悩むところで。まあ、俺はやっぱりみかん農家っていうのもあって、オレンジかなと思うんだけど、オレンジを飲むとね、ファンタはね、グレープが飲みたくなるんだよね。グレープを飲むとオレンジが飲みたくなるっていう。だから、まあ、どっちが欠けてもね、いけない、まあ、二大巨頭みたいなね、感じがしますけど。皆さんはどっちが好きですかね。まあ、じゃあ、その辺の話は置いといてっていう。まあそういうことですけど、まあ置いといてっていうかね、今回の、タマラジオは、まあテーマでも書いていた通り、なっちゃんからの相談で、まあ私は今教育学部を目指しています。理科の先生になりたいですってことでね。なんと俺と一緒じゃないかっていうね。ああ理科の先生してね、最高に面白かったからな。それで先生になる上でいつも心に留めておく、べきことってありますかっていうね。先生になったらやりたいことはたくさんあります。こうしてあげたいとか、ああしてあげたいとか。でもそれが生徒のためにならんことかもしれませんと。さて、まあそんな時に、どんな感じで、やっていったらいいですかっていう、ね、あ、そういうことですけどもね。まあ、独特だったな、俺は。だから、あんまり参考にはならないかもしれない。でもね、せっかくなので、てかね、結構ね、ウェブタマ始めてから長い期間でね、ぼちぼちも、なんか定期的にね、いただくメールなんですね、これね。なっちゃんからっていうわけじゃないんだけど、なんか定期的に、どんな先生してたんですかとかね、どんな授業してましたかとか、先生する上で、もう本当にやっぱね、同じような感じで先生目指すんですがっていうことでね、まあ、そういうお便りをいただいてたんですが、まあ、いい機会だからということで、ね、話してみました。話すことにしてみましたっていうかね、なんかやってみたいな、話してみたいなと思って。というか、まあ、まあ正直な話をするとメールを打ち始めたらなんかうわこれは全然なんていうかなこうメール打つのに何十分かかるんやこれっていうことになったんでまあだったら何十分かかる時間をラジオにして一気に喋ってしまおうじゃないかっていうねぐうたらな企画というかもうまさに今9月がね残り3日でアニメ8話っていう今までで考えられないスケジュールで回っているというかまあ8話が終わるのかどうか残りラスト70時間を間近に70時間までね間近に迫っているという映画の24ばりのね感じでやってますけどもまあ、いかがなもんでしょう。10月1日にはですね、ウェブ玉軍団の方で、またですね、ちょっとやってみたいっていう人の方からね、わざわざと、群馬の方にね、来ていただけるということだったので、社会人の方なんだけどね、働きながらもね、まあ、別の方で、やっぱりしっかりと、そういう地域の人たちをね、支えていきたいということで、で、まあ、そういう、ね、まあ、指導じゃないな。指導じゃないんだけど、まあそんな感じでね、いろいろとまあ話したり相談乗ったりっていうことがね、入ってますので、まあ、残り3日ってやるしかないんだけどね、まあそういうこともあっての、メール、コメント、さっぱり返せてないということでね、まあラジオになってますけども、まあ長々のね、あった質問に答えていってみようじゃないかっていうことですよ。しかもね、最近ね、あれなんだよ、やっぱね、学校の先生楽しかったからな、やっぱ、なんかこう、久しぶりに思い出したくなったりね、やりたくなったりするわけですよね、本当に。懐かしいよ。で、未だに教え子たちとやっぱ会ってね、飯でも食いに行ったりするからね。今度10月、また地元に帰るけど、教え子たちとまたね、飯に行くのが、楽しみですけどね。じゃあ一体どんな先生をしてたんですかっていうと、実はですね、なんていうかね、俺は生物の場合だとね、高校2年から始まるよね。まあ科学もそうなんだけど、で、2年、3年と持つということで、基本的に俺は2年間で子供たちを育てると。授業の中でね。
それで計画を結構組んでる。でね、ものすごくね、他の先生たちと授業スタイルも評価基準も違うので、その辺はね、しっかりと生徒に説明をしていくね。うん。じゃないとね、納得いかないとかね、後でごたごた揉めたりとかね、保護者が出てきたりとかめんどくさいことがいっぱいあるのでね。そこはしっかりと生徒たちに了解をっていうかもう理解をしてもらうよね。うん。まあ、てかしてもらわないとダメだよね。で、そこは先生が勝手に決めるんですが、決めます。だってそれが権利だもん、教師の。うん。子供がどう言おうと、その、子供がね、求めるものをね、先生が用意するのではダメなんだよ。なっちゃんが言ってる通り、子供のためにならんことかもしれませんって言ってるね。うん。子供が求めるものを出してはいけない。俺はずっと子供のために授業してきたことが一切ない。なぜか子供からお金はもらっていないから。誰からもらってるんですか？国からもらってます。まあもっと言うと国は誰からお金をもらってるんですか？税金で国民からもらってます。まあぶっちゃけ言うと社会人の人たちだね。みんなの働いてるお父さんお母さんたち。だからそういう働いてるお父さんお母さんたちの求めるものを学校で出していくべきだな。うん、でね、だからね、それでやっていくよ。うん。だからね、例えば、生徒にとって良いものっていうのは、いいかどうかっていうのはね、どっちか、将来役に立つから生徒に必要なものであれば生徒に渡していく。で逆に生徒が甘えるつもりで欲しいって望んでいるものであれば絶対に与えない。うん、生きる上で大事かどうか、それが基本的な判断基準になるね。で、それを知るためには、俺はすぐに先生にはならなかった。社会人を経験しようって、あと予備校とか塾を経験しようって。だってそれが巷に溢れてるよね。もうだって今で塾行かない子供がいないっていうぐらいだもんね。うん。だって俺が中学校の頃とか、高校はね、進学校じゃなかったから誰も塾なんか行かないんだけど。うん。俺が中学校の時とかは、まあ田舎でね、塾がなかったっていうのもあるけど、クラスで2、3人とかだったんよ。塾に行ってたのが。うん。受験の時になったらもうちょっと行ったのかな。でも本当にね、誰が塾行ってんのっていうレベルで、本当に塾に誰も行ってなかった。うん。でもね、それが今やこれだけの人たちが塾に行ってるって、みんな基本的に塾に行かない人はいないだろうっていうぐらい行ってる。うん。じゃあ塾を知らないといけないよね。ってことで俺は塾に行った。うん。そしてもし塾のノウハウをしっかりと吸収できて先生になれれば、場合によっては学校で放課後とかにさ、塾開けるじゃん、先生が代わりに。ね、そんなことだってできるわけよ。まあ実際そういうことをやってたんだけどね。うん。だから、まず塾に行ってノウハウとかいろんなことを吸収させてもらった。うん。ありがたい。でもそれだけ、パクるだけパクってね、やったらそれは泥棒ですからね。本当にやっぱ塾には、うん、感謝はしてるし、まあ、できるだけそれ以上のことをね、返すだけ頑張ったかなという気はある。うん、まあ、どこまで返せたかわからんけどな、若造だから。うん。あと、社会人にもなったね。社会人になって何が必要なのかっていうのを知っておかないと。うん。社会人の経験っていうのは、俺は先生はものすごく大事だと思う。俺は本当にやってよかったと思う。そして、先生になってからも社会人の普通の会社で働いてる人たちとの飯を食う機会をとにかく必ず、いろんな場所作ったな。うん。やっぱり聞く。どんな人材が社会で求められてるのか。それに生徒を導いていく。うん。だな。社会に受け入れられる人間を作っていく。育てていく。それが俺は教師だと思う。うん。だからね、授業スタイルがすごく独特なんよね。うん。まず授業で何をするかっていうと、結果を出す。ことに徹底させる。うん。結果をとにかく出させる。それを徹底させるよね。だからどんなに頑張っても結果が出なければダメです。これはとてもポイントにしていた。うん。で、ビジネスクイズ関係はね、よく出してたね。本当に。生物と絡めて出す。うん。だからビジネスクイズをきちんと答えられるやつっていうのは授業をしっかり聞いてるよね。だから、でもビジネスクイズっていうのは俺のオリジナルだから、授業聞いてないと、とか授業を聞いたり理解してないと答えられない。わかる？例えばね、聞くだけだったら誰でもできるんよ。うん。でもね、聞くだけの人間じゃね、社会で結果が出せますかっていうこともある。うん。聞かない人間はまず問題外だよ。それはどうにもならない。だから評価もものすごく低い。うん。でも聞いたからおめでとうじゃないんだよ、社会は。そんなね、うん、保育園じゃないんだから。聞いて理解して活かせないとダメだから、そういうクイズを必ず出してた。で、毎回プリントを提出させていた。うん。そして、それを毎回評価をしていた。本当にきつかったけどね。でもそれをしないとダメな。そう、毎回授業で俺がプリント集めて毎回評価するって。それをやるから、生徒も毎回真剣になるよね。
うん、今回気を抜けば、例えばね、なんていうかな、それをやらなかったら、トータルの授業で、まあ要はぶっちゃけ最悪ね、中間期末でいい点取ればいいんでしょってなる。とか、中間テスト、期末テストの後のノートを提出するときに綺麗なノートができてればいいんでしょってなる。つまり授業がおろそかになっていくんよ。適当に受けるようになっていくんよ。だからそれをだ、なんていうかな、ダメにするっていうか、うん、そんな感じ。にはしてたね。で、結果を出すこと。うん、そこを徹底させてた。ほんで、でもね、こんな話聞いて面白いのかな。でもね、面白かったね。で、結果を出す上でね、何をさせるかっていうとね、これね、本当に、ちょっと独特な評価ポイントっていうのがやっぱりさっき言った通りあって、うん。一個はね、要は、より結果を出したものが評価をされる。うん。ってことでしょ？よりすごいことをした、よりしっかりと自分を成長させた人間の方が評価が高い。だからね、生物の授業中に、他の教科の勉強をすることを認めた。わかる？で、生物の評価が例えば同じプリントとかを集めるやん。で、同じ例えば10点満点だったけど、10点10点だったときに、別の教科も勉強していた子の方が評価が高くなる。これってほら、普通だと内職って言われるじゃん。ね、だから、例えば理科の時に英語とかしてたらさ、こらって怒られて点数が下がるでしょ。逆。俺の場合は逆に点数が上がる。だって生物もできて、さらにその中で、生物をしっかりやりながらね、やらんかったら問題がいいよ。やっぱり点数下がるよ。こそっと。でも生物の成績もきちんと、ちゃんと答える部分もきちんと答えた上で、他の教科もやったら、そらそっちがすごいでしょ。同じ時間で 2個やってんだから。うん。評価ももちろん高くなるよ。だから説明がいるんよ。しっかり説明しとかないと、先生、玉先生の時には内職して OK でしたとかね、なんか、そういうとこだけ言うバカがおるからな。そうじゃねえんだっつって。うん。そういうのもしっかり言いつつね。だからちょっとその辺が独特だった。でもそうでしょ。同じ時間で2個する人間の方が評価は高い。そして社会ではそれ結構あるんよ。うん。1個でパソコン打ちながら向こうからね、同僚の人からこれお願いっつって急に別の仕事が舞い込んで、それやりながら急に電話がかかってくるとか。うん。1個のことに集中してればいいなんて仕事ないからね。そんな、まああるけど。そればっかりじゃないからな、人間として。だから、例えば生物だから生物に集中しますなんてことは、社会に出てそうそうないんよ。いろんなことが急にどんどん起こってくる。だから、その都度その都度脳みそを瞬時に切り替える。そういう部分はものすごく大事。だからそれができる人間が評価をされていた。うん。あともう一個ね。これもね、すごくクラスが変わっていくからすごい面白かった。すごい面白かった。それが、プリントを出すんよ。うん。おい、お前ら今日はプリントだ、作って。ペッてこうプリント配るでしょ。はい、じゃあどうぞ自由にやってくださいってやるよ。授業でまだやってないやつ。3年生になるんだけどね。3年生にはそういう授業を特に。させるかな。しっかりと1年間で結果が全てだって。結果を出せる人間が大事や、うん。きちんとした態度で受けること。うん、でもそれだけじゃダメだよ、うん。ちゃんと頭に入れて理解できてないとダメだよ。ね、だからそれを、うん、させたら今度はね、3年生になったらね、プリントだけ配るの。おい、おい、やれいって。授業してないのに。で、それを生徒たちは自分で教科書とかを使って、教科書、資料集を使って、なんていうかな、調べて答えを埋めてくるんよ。うん。だからね、忘れ物するなとか言わないね。一切。だ忘れ物したら自分が苦しんだもん。提出ができなくなるから。調べたりできないからね。うん。だって大人なんかそうでしょ。会社にね、あれとこれとどれ持ってきなさいねんか言われないよ。この仕事をするためには、絶対これは忘れてはいけないんだって言って、自分で持ってくるものを管理して、これとこれが いる。これ、こういう仕事にはどれがいる。だから持ってこなきゃって思ってくる。それが普通だよ。先生からさ、明日は教科書と資料集と問題集があるから、この3つは持ってこいとかな。保育園児じゃねえって、本当に。まあ俺高校生の先生だったからっていうのもあるけどさ。うん。いや、それ持ってこさせんさ。で、プリントや渡すでしょ。B4 の見開き1枚のやつ。授業もしたことないやつだけど、教科書に載ってる、まあ教科書とね、くっついた問題集でもあるから、それさせるんよ。で、1枚すべて、その見開き1ページね、を埋めたやつにはハンコ、まあ点数です。埋めきれなかった人間は、ハンコなし。0点です。わかりやすいでしょ。どんなに頑張ってもね、残りラスト1問のところで授業が終わってもね、ハンコは押さない。うん、ラスト、どんくらいだったかな。授業ラスト5分が最後のハンコタイムみたいなやつで。それを1秒でも過ぎたらハンコは押さなかった。そういうやつは0点だった。でもね、1回目の授業ではね、全員ダメなんよ。まあそらそうなんだけど、実は40問ぐらいあるんよね。見開きの、その問題集が。1ページの中に。でもね、40問ってことは、全くよ、習ってない内容のやつの、およ。40個ぐらい載ってる問題集って言うけどさ、まあ、その、実質ね、授業がチャイムが鳴った途端にスタートするわけじゃないから、
本当それこそその最初と最後のね5分5分ぐらい使うとして、本当40分ってことは1分に1個ずつぐらい答えを埋めていかないと提出できんのよ。答えを書かなきゃいけないし、書いたやつを出しに行かなきゃいけないし、うん、1分に1個ずつ順調に埋めていっても初めてだからわからんやつとかもいっぱいあるわけ、ね、埋まるわけないって。クラスで一番頭がいいやつで15個とかね、うん、半分いかないんだよまず、うん、大変でしょ。でもそれをね毎回やる、毎回やるとね、まあもちろん別のページよ、うん、今日はじゃあ次は、え、まあ要は次の時にはね、そのページのテストするんよ。はい、じゃあ最初の30分は自由でーすって言うんよ。だから生徒たちはもうほんと自由、仲いいやつ喋ったりとかね。で俺もぐるぐる教室の間回りながら一緒になんか適当にくっちゃべったりとかダラダラ過ごすの30分で、30分経ったらテストをする。でそのテストがそのままそうその授業の評価になるっていうね、うん、だからその30分をどう使ってもいいよ。遊びに、それこそほんとね、いろいろくっちゃべってもいいわけ、問題を覚えることもやっていいわけ。でもみんなには高速暗記の方法を教えたから40個でも余裕で覚えれるよ、30分以内に。だからその30分以内に覚えるやつもいる、うん、で中にはそうやってね、うん、ダラダラしたいんだったらじゃあ15分で一気に覚えて、で残り15分はワイワイみんなで騒いだらいいじゃんとかね、そんな言い方をする、うん、まあ、こういうことをするからね、他の先生の前ではあの先生は授業中喋っていいと言いましたとかね、わけわからんことを言うなってまたね釘を刺すんだけど、バカがいるからね、またそんな、うん、だけどね、まあそういう授業するのさ、うん、結構ね楽しいよ。すると本当にね、わかる。で、本当勉強しないやつは勉強しないからね。30分間本当楽しくおしゃべりをする、うん。いいやつよ。でも、俺もだって一緒に混ざって喋ってるとさ、悪いやつじゃねえなって思う。頭悪いけど、うん、いいやつだなとかね。そんなやつに限って結構親を助けてたりとかね、毎日弁当さ、家族の分までちゃんと作ってくるとかね、本当偉いやつとかいっぱいいて。うん、でもテストは0点とかね、3点とかね、うん。でもね、ちゃんとしっかり1年間ね、結果が全てだっていうことを教えてるから、そいつらも納得してその点数をもらうんよ。うん、納得して。だって自分勉強してなかったから、それはゼロ点でもしょうがないですよね。だってテストもゼロ点ですしみたいなね。うん、まあ、そこまで結果が全てって育てるところも大事かなと思うんだけど。いや本当面白いよ。だからそう、評価が高いものが欲しいって言うんだったら結果を出すよね必ず。30分以内に全てその40個ぐらいの知識を頭に全部ぶち込む。でテストを受けに行く。満点を取るやつ、ゼロ点を取るやつ。ね。しかも15分で。しっかり覚えて15分友達とワイワイ楽しく喋って、そしてテストでちゃんと満点を取るやつがね、いろいろいる。だからね、評価もすごくしやすい。そしてなんていうかな、でもね、本当にさっき言ったでしょ、超頭がいいやつがね、習ってもないや、ない40問を40分でね解けるかって絶対解けないよ。でもね、これがね解けるようになっていくんよ、不思議と。ほんと不思議と。なんでだと思う？時間内に終わったら反抗、終わらなかったら反抗を押さないよ、ただそれだけしか言わない。でもね、それがね持ってくるんよ。じゃあその頭がいい子たちかっていうとそうじゃないんよ。クラスのね下から数えたら頭いいような、あちゃちゃちゃが早いような子たちがね、頭いい子たちよりも先に持ってくるんよ。どうするんですかって、そうグループを作り始める。4人5人グループを作り始めて、そのグループで解いて持ってくる。頭がいいやつは言うよ、最初は卑怯ですって、自分一人でやってませんっていう。逆だよ。大人になったらな、いろんな人と協力して、役割分担して、そして仕事を仕上げていくんだから、自分一人が頭が良くてもね、できないっていうことを、頭がいいやつに教えてやらないとダメなんだよ。頭がいいやつは100点取ってるから自分がすごいって勘違いするけど、全然分かってない。人と喋れなかったら無価値だからな。他人と共有できない能力はゼロだよ。だって手は2本しかないから。でも5人いたら手は10本でしょ。できることは格段に増えるよ。だから実際に1人ではできないプリントが5人協力すると簡単にできてしまうよ。そうやって役割分担をすること、協力をすることの大事さ、そしてそれが評価されることを教えていく。でもね、すごいよ。そうやってね、ずっと放置しておくでしょ、グループがね、形が変わっていくんよ、少しずつ。最初は3人のグループとかが、3人だと1人10いくつずつ、ね、じゃあ5人だったら8個でいいでしょ。そうやって、じゃあもっとグループを作っていこう、グループを作っていこうって、うん、今まで友達じゃなかったやつと友達になったりとかしてね、グループがでっかくなっていくんよ。でそれこそ最後らへんになると、もう最初のね10分15分で終わりみたいなさ、そうなってくる。そして頭がいいやつがね、ずっと最後までグループに入れないんよ。でもそれはずっと見とく。すごいよ、頭がいいやつがね。俺の授業のなんていうかな、通知表っていうかさ、ほら生徒の成績表、むちゃくちゃ点数低いからね、授業点最悪みたいな。で本当に下から数えたら早いような子がさ、1番2番を取るような子がさ、
辞表ってほぼ満点とかね、なってくるよ。でもね、そうしとくうちに、その頭がいいやつがグループの中に入っていくんよ。どうやって入っていくんかっていうと、元気のあるやつがね、うまーくね、頭がいい子を、でも仲間を作るのが下手くそな子をうまーく仲間にしていくんよ。本当に。見ててね、すっごく気持ちいい。だってさ、もうだってその仲間のグループでね、簡単に答えが出せるようになってるんよ。もう10分15分でプリント1枚が仕上げれるようなチームに出来上がってるんよ。その楽器の後半になってくると。でもね、頭がいいやつはそれでもずっと一人で やろうとするから、グループを作るのをが苦手だから入れずに、自分も混ぜてって言えずに、ずっと一人とか二人とかで、黙々やってるんよ。出来上がらないのに。どんなに頑張っても0点にしかならないのに。そういう時にね、元気のいいやつが、ちょ、お前、頭いいんだから教えろよとかって言って、頭がいいやつをグループの中に入れてあげるんよ。ほんとにな。そんな時で思うな。点数じゃねえなって思う。優しいんだな、こいつって。そしてね、本当にね、大体もうほんと3つぐらいの大きなグループができる。みんな仲いい。うん。あんなんとかを見たらな、すっごい気持ちよかったな。そうやって友達がね、増えていく。協力することの素敵な部分とかさ。だからもうみんなに反抗してた時ってね、本当に気持ちいいんだよ。もうそれこそね、楽器のね、ラストね、3個目、4個目ぐらいの、うん、ラストそれぐらいに ならないといかないんだけどな、ほんとそこまでは。まあ仲がいいクラスだったらいいんだけど、うん、結構なんだっけ、俺がやってた時は普通クラスだったから、普通科のクラスとかだったから、普通科だとね、毎年クラス替えがあるんよね。うん、クラス替えがあるから、結局、なんていうかな、特に4月ぐらいはさ、あんまりこう仲が良くなかったりとか、お互いもじもじしてたりとかね、そういうのもあって、うまくいかない子たちがちょっとずつね、そうやって仲間を広げて増やしていく。あれは本当に気持ちいいよな。だからそうやってね、声をかけたやつとかは本当によく見ておくよ。じーって。そして、そいつはね、なのに、テストになるとね、30点とか40点しか取らないよ。だから、しょうがねえなっつってね、あの特別ボーナスの5点をつけてあげたりとかね、してあげる。本当はね、なんか30点ぐらいあげてやりたいんだけどな、心の中では。でもまあね、そういうことはできんし、それでもな、テストという結果はそいつは出してないからな。それでもやっぱり。うん。だから、そういう意味ではね、まあ5点が限界かなと思いながら。平常点マックスをつけてあげたりとかするんだけどな。見てて楽しいよ。そうやって、うん、変わっていくよな。あとね、だからね、生物の授業だとかって言ってさ、あの、体の動きを今からお前たちに教えるとか言ってさ、あの、挨拶の練習とかしてたことあったよ。肺の使い方はこうだとか言って、あの、生物の4章で動物の体とかがあるんよ。肺の作りとかね、呼吸とかさ。うん、あれで、おはようございますとかさ、あの、こんにちはとかね、挨拶はこうだとか、なんか軍隊みたいにやるんだけどさ、あれが結構面白くてね、みんなもノリよくやってくれるんだけどね。あんなんとかもしてたな。うん。だって、将来マナー大事だから。だから一通り基本的なマナーとかは、そうやってね、動物の体の部分とかでこじつけて全部叩き込んでやったわ。使ってるかどうかわかんないけど。普通系だからな、大体みんな最低推薦とかでも大学とかに行って、まあ、4年後は忘れてるかもしんないけど。そうやって社会で必要なんだろうなって思うものをずっと授業でやってたね。うん、そうだからね、なんだろうな、うん、いろんな子供たちのね、心が見えた、教師をしてて、うん、すっごい素敵なことがいっぱいあったよ。結果を出さない奴には、俺は評価はできない。結果を出さない奴に評価をつけたら、子供に嘘を教えることになる。そして、社会に対して、受け入れられない人間を出してしまう。それは社会に雇われている俺として、やってはいけないことだからね。だから、評価が出ないものに対しては、俺は容赦なく留年を、って、まあ、突きつける形になるんだけど。でも、その前に最終の追試っていうのがある。でもね、追試もね、ものすごく冷たくやるよ。だって今までちゃんと授業聞いてなかったんだもん。結果が出ないんだったら俺に聞くことはできるでしょ。休み時間でも何でもしがみついてでも。でもそれをしなかった。だから、今まで散々授業聞かなかったり、一生懸命聞こうとしなかったのに、留年するから追試してくれって、その時だけお願いします。しっかり教えてくださいって、そら虫が良すぎるよ。社会でってそんなことはできない。うん、だから俺はいつも、じゃあ部活行ってきますとかって言って、生徒がね、教えてくれっていうのもね、結構教えずにやってたよ。うん、でもその時にね、クラスの前で言うんよ。
結果が出ないものは俺は留年を進めるって。もちろん結果を出さない人間が評価をされることではことはあってはいけないからって言うよ。だってほらずっと今までね、結果が全てだってずっと教えてきたから、みんなもそれは分かってくれる、うん、分かってもらえるようにやっていかなければいけないけど、でもね、そうおかしいだろ。だって今まで散々俺に対して俺の授業に対して不義理な態度を取ってきた、失礼な態度を取ってきた、なのに自分が困ったら助けてくれっていうのはおかしいだろ。絶対に助けない。ただ俺の授業一生懸命聞いてくれたやつにはもちろんな、親切にはするよな、人として当然のことだけど、それはエコひいきとかではない、当たり前のことやろ、人として社会でもそうやん。だからお前には教えないよって言うよ、でも留年だよって。するとね、クラスが変わってくる。本当にね、うん、見てて、俺はね、お前には絶対ね、どんなテストを出すのか、どんな授業をしてたのか、二度と教えないっていう、あれだけ聞かなかったんだからって。でもね、するとさ、他のやつが俺のところに聞きに来るんよ。先生、先生、俺には教えてくださいよみたいなで、仲がいいやつだしな、しっかりしてるやつがな、聞きに来るんよ。で、クラスの頭のいいやつらとかが放課後に残ってね、その頭の悪い留年するやつに授業してるんよ。ほんとに。だってな、まあ今だから言うけど、そいつ県の代表になるような、うん、九州大会とか普通に県の代表で出て優勝するようなやつらだぞ。なのにね、で、すっげえ部活の先生が厳しいの、うん。だけど、そいつらがね、部活をサボってね留年するそのクラスメートのためにさ、授業したりとか俺のところにね、そのテスト範囲とか内容を聞きに来たりするんよ。ほんとに。なんかな。だからね、自然とまあいい点取って、なんだかんだで留年免れたりすることもある。しないこともあったけどな。でも、そうやってクラスの周りの奴らが頑張ってくれた奴っていうのは、ほんとに、どうしようもない奴じゃないはずだよ。どうしようもない奴だったらみんな見捨てるからな。だからそうだったんだろうなって、うん、思って、まあギリギリ留年を消してやる、取り消してやるんだけどさ。でもその時によく話すよ。本当に、こういうことをね、してもらったことを、あだで返すなよって、恩に感じるんだぞって、鬱陶しく言ってやるよ。どうせそいつらはな、別に授業して、部活休んで授業してやったから恩に切れよとか絶対言わねえからさ、うん。言ってやるんだけど、そういうのとかすごい気持ちよかったよね。うん、とかさ、あとはね、何があったかなっていうかね、あ、いろいろあったんよ。なんかね、私変わりたいっていうやつとかね、いた。俺は結果出さない人間は絶対に評価しないって言うからさ、もうね、2学期ぐらいで俺留年するかもとかって言い出すやつも出るんよ。毎回15点とか10点とかしか取ってないやつがいて、先生、俺絶対留年したくないんですっていう、そうやってね、目の色を変えてくるやつがいる、たまに。私絶対このテストいい点取りたいんです、取らなきゃいけないんですとかって言って、そいつとかにはね、よし、わかったって言って、これをやれってね、あの、アホみたいにプリント出す。ドサーって。うん。いや、そこまでね、絶対する必要ないだろっていうね、無駄な量を出すんよ。バサ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 って。で、させる。絶対させる。うん。絶対手は貸さない。答えは教えない。でもさせる。あ、答え教えないっていうかね、あれ、答えは結構やっぱ書いてあるよね。高速問題集的な基本はね、そういうやつ。だから、パタパタシートとかをいっぱい渡して、全部覚えろって。全部覚えたら大丈夫だって言うけど、そりゃそうだよ。テスト範囲の4倍ぐらいさせるからな。パンパンの量、うん。どんだけだよっていうぐらい、みっちりさせる。でも嬉しかったね。だってな、クラス最下位だったんだぞ、そいつ。4点だったかな、男の子で。俺、本当にこのままやったら留年するかもって言ってね、2学期の最後の期末テストでね、生まれ変わりたいって言ってたやつで。で、そいつはスポーツが得意でやってたやつだったから、全然ね、勉強がからっきしで、全教科そんな感じだったんだけどさ、俺は結果を出さないと留年させるっていうのを知ってたから、なんかね、すごい俺のには燃えてくれたみたいで、本当にやりますって言ったから、本気で私は全部やったんよ、そいつ、本気で。うん。そしたらね、クラス最下位の4点のやつがね、96点を取ってクラス1位になった。あれは嬉しかったな、マジで。1位のやつとかはね、お前1位だぞとかね、言ったりするんだけどさ。それはもちろん生徒を見てね。言ってブツブツ言うやつとかね、なんか自分のプライバシーをどうのこうのとかガタガタ言うやつはほっとくからね、めんどくせえから言わないんだけど、うん、そいつにはね、してやった、それを。お前が一番だって。もうみんなクラス中が驚いた。だって最下位から1位だからね。しかもほとんど赤点みたいなやつさ。あの時はねって担任の先生にも言ってあげたしね、親もすげえ喜んだって言ってた。残りの全教科を足したやつより先生俺多いかもしれないって言ってたから、笑ったけど。
そんなんとかね、あと女の子で私変わりたいって言って本気でやった子がいて、そいつも100点を取った。で、またね、またそれで味を占めて3学期もやりたいって言ったんよ。でね、3学期の時はね、でもそれはしなかった。プリントはそんなに多くしなかった。ただね、そいつに1個だけ課題を出したんよ。お前だけ点数上げてどうすんだって。そいつらはまあ女子グループなんだけど、なんかね、5人グループですごい仲いいやつらがいっぱいいたから、他のやつらがお前むっちゃ点数取ってないんやけん、お前ばっかいい点取っても他のやつら見捨てよったら何の意味もないぞっつって、で他のやつの点数を上げてやれって言って、言ったらね、俺が渡したプリントで必死にね、先制してた。可愛いな、おいとか思ってたよな。そいつは本当にね、友達のみんなの点数を上げてくれてたよ。そいつはそして100点を取った。それもね、本当にいい思い出。そうだな。だどうでもいい話をすっげーグダグダやったけど、なんか懐かしい話になったな。まあ夜中の2時ぐらいだからまあしょうがねえんだけどさ。そんな、もう一回先生に戻りたいですかって言われたらね、戻りたい。嘘。メブタマだよ。先生の代わりはいっぱいいるからな。メールくれたなっちゃんもそう。なっちゃんなんかお前理科の先生になるっつんだからな。それこそお前は俺の代わりだろ。代わりだろっていうか、まあ俺よりいい先生きっとなってくれるからさ。だから、俺の代わりはいっぱいいる。でも無料の塾を広めてくれる人間はいないからな。ウェブ玉の代わりはいねえ。だからウェブ玉は続ける。続けられる限り、金が続く限りは続けていく。でも、先生は大変だよ。いいことばっかりじゃないだろうな。本当に。本当に。本当によ。大変なことなんか山ほどある。先生をクビになりそうなこともいっぱいあった。だって5年間しかしてないのに、お前、先生クビになりそうなこと何回やったよっていうね、何回か覚悟したからな。いや、俺覚悟があるからまたね、めんどくせえんだよ。本当に。覚悟があるからさ、学校側としてはこの辺で引いてほしいのにさ、わかりました、じゃあ俺先生辞めますみたいなさ。そんな覚悟でやるもんだから、こいつめんどくせえなみたいな。引かねえな、めんどくせえな、みたいななってね。ガタガタしてるうちになんだかんだで辞めずに済んだりとかね。うん。俺のね、本当にお世話になってる、目上の先生たちがね、壁になってくれたり盾になってくれたりして守ってくれたりね、感謝ばっかだよ本当に。まあやめちゃったんだけどね、最後は。申し訳ない。でもね、そんなダメ先生の代わりにね、お前たちが素敵な先生になってくれ。ウェブ玉軍団ももうすでにね、結構ね動き出してるぞ。やってくれてる人間もいる。ウェブ玉軍団はね、本当の正式な名前をつけて動き出すこの冬。ただ、遅れるようであれば今度まあ2月だろうな。3周年、ウェブタマ3周年を迎えて本格的に、公開していこうと思ってるよね。今、まあ、水面下でみんながコツコツやっている、動いていることが、来年3周年を機に一気に花開く感じにしたい。ただ、ただ、俺は、でも水面下でどこまでやれるのかっていうのが大事かなと思うな。一番面白くねえんだよ。人がやるからやってますっていうのは。俺はすごく面白くない。だから、人がやりだしたから、じゃあ私もやります、僕もやりますっていうのはね、本当の気持ちじゃないの。自分がやりたくて、やりたくて、誰もやらなくても、俺はやりたいって言ってやることが、本当のな、ウェブ玉軍団の、だってそうじゃないと続かねえから、絶対。人がやってるからやりますみたいな、二番煎じ根性。行列に並んでるから、じゃあ私も僕もなーらぼって言うんだね。絶対に続かないから。続かない人間に力を注ぐことはできないからね、俺も。24時間しかないし。体1個しかないし、だからどこまでできるのか、まあそれはこれからの楽しみだけど、まあこうしてね、今回メールをくれたなっちゃんのように、自分の目指す、心からね目指す教育を突き進んでいく人間がね、どん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 増えてるみたいだから、その辺もね楽しみだよな。期待しちゃうよね。これからの日本にもっともっと良くなれるよ、もっと。てなわけで、すっげえどうでもいい話がね、まさかの30分オーバーっていうグダグダしちゃいましたが、第96回となりました。たまらしい。お前らも夢があるなら頑張れよ。不安になることもある、進めなくなることもある、頑張れなくなることもある。本当にね、涙が出て手がガタガタ震えたりして本当にできなくなることがある。教え子もそうだった。すごいよ、科学やってたらさ、ずっと下向いてカリカリやってるからさ、こここうやとか教えながらやる。ポタ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 落ちる。あれびっくりしたからな、最初見たとき。目からね、ボロボロ涙が出てる。も
お前どうしたんやって言うと、不安でしょうがないですって言って手がカタカタ揺れてる。大丈夫かって言うと、でも大丈夫です。そんなん言っとる間にも勉強するしかないんです。やるしかないんですって言って、泣きながら手ガタガタ震えながら、でもね、意地でも勉強するんや。あれにはね、俺も恐れ入ったな。でもそういうもんよ。振り返っても、立ち止まっても、過去には未来はないからね。過去に夢はないからね。目の前にしかない。前の方にしかない。進む以外に夢をつかむ道はない。立ち止まりたくても、泣きたくても、不安になっても、悩みたくても、進む道を、目の前に続く道を進む以外ない。できることは。それ以外ない。だから、頑張れ。やるしかないんだぞ。掴むにはな。